しかった話、略してはずばなー。ここまで盛り上げておきながら出てこない。あったあったあった。あの高校2年生の時にクラスに留学生のピーター君が来たんですよ。で僕顔知らなくてサボり魔だったからね。で最初のクラスの授業が始まって最初の時に席の並び順とかが分からなくてね。でちょっと誰かにこれは聞かないとと思ってね、ちょっと席の並び順でどうなってんのって聞いたら、その英語しかできないピーター君でまあその3秒後ぐらいに僕はその事実を理解して、あのちょっと後ろ振り向いてクラスのみんなにジョークって言ってたのをちょっと覚えてます。ちょっとね、英語話せる人に対してアメリカンジョークだけど、ちょっと日本語だったから通じなかったかなみたいな感じだよね。通じねえよ。ね。今も。いやー、今思い出してもちょっとあれだね。高校2年生の時はそうだ、テスト待ったじゃん。あれだよ。数学のテストで、僕高校、中学まではね、数学得意だったんだけど、高校入ってからもう全然ダメで、で、もうこのテストは0点になるんじゃないかな、みたいな感じに思ってたんですよ。んで、クラスのとなんか友達の女の子と、なんか私もやばいよ、とかいう話をしてて、で、解答用紙が配られるじゃないですか。で、その女の子の点数は、まあだったね、とか言ってたんだけど、このね、0点取るかもしれない、僕の方に来て、で、山田君あれ、まずいんじゃないの ?0 点取りそうだったんじゃないのっていう風に、その女の子が言い寄ってきたわけですよ。で、回答用紙の僕のやつをちょっと、ペラッと見てね、あ、よかったよ、丸ついてるじゃない、よかったよかったって、もうすごい二人でね、あ、よかったよかったって言ってたんですけど、その0点の丸でしたっていう。恥ずかしい。いいよ。てか、高校生活、入って0点2回取りました、あと30点以下で追試だよって言われて27点取って追試が24点でした。